こちら浦安情報局、こちらの時間です。次第に春の気配が感じられるようになってきました。2月の下旬から3月にかけて街の中や公園の散策路を歩くと、水仙や菜の花の香りがふと漂ってくることもありますね。三寒四温という言葉がありますが、少しずつやってくる春の気配になんとなく心も明るくなってくるのを感じます。でも花粉症の皆さんにとっては1年で一番憂鬱な時期ですよね。今回のこちらでは市内の話題をお伝えした後、今年も花粉症対策を、その他ご覧のラインナップでお送りいたします。まずは市内の話題からです。ご覧ください。2月17日には弁天ふれあいの森公園でミニリース作り。これは木の実やドライフラワーなどの自然の素材を使い、緑に触れてリース作りを楽しんでもらおうと行われたものです。リースの素材は弁天ふれあいの森公園で採れた植物の数々。まずは土台となるテイカカズラにアジサイの仲間アナベルをつけていきます。リースの下になる部分にボリュームを持たせる感じにするのがポイント。アナベルは乾燥させてあるので、少しでも強く扱うと葉が落ちてしまいます。続いては赤や白などの千日紅を散りばめます。リースとは冠という意味で、ヨーロッパや北アメリカで古くから幸福と幸運を呼び込むと言い伝えられているそうです。千日紅がついたら今度はススキ。ここまで来ると完成間近です。てっぺんにシャリンバイと千日紅をつけリボンで飾ったら完成です。リースをよく目にするのは玄関などの出入り口。これは魔除けのためだそうです。さらにリースの輪にはまた戻ってくるという意味もあることから、永遠や不滅、そして幸福と幸運のお守りとしているそうです。このような素敵なリースはちょっとした工夫で簡単に作れるそうですよ。ぜひ試してみてください。さて皆さん、この映像をご覧ください。これらの美術品、一体何でできているか分かりますか？とても身近なものでできているのですが、そう、空き缶でできているんです。次はリサイクル工作教室の話題です。2月18日には美浜公民館で空き缶リサイクル、親子でアンティークなオブジェを作ろうという催しを行いました。これは空き缶のリサイクルで様々なものが作れるということを知ってもらいたいと開催したもの。今回のテーマは恐竜です。講師は空き缶造形作家津田昇さん。早速作業のスタートです。まずはアルミ缶の上の部分を切り離します。さらに上の部分を縦に切り、ギザギザに切っていきます。一体どこの部分になるのでしょうか？同じ作業を4回繰り返しつけると恐竜の顔になります。ギザギザは強そうな歯だったのです。この工作では空き缶は無駄にしません。プルタブは目にします。目をどの位置につけるか、どこにつけたら迫力のある恐竜になるか、子供なりのこだわりを見せます。上の部分がなくなった缶は底の部分も切り離し、さらに縦に切って広げます。底の硬い部分は恐竜の舌になりました。広げたものは首や足になります。胴体はボトル缶、次第に恐竜の形になっていきます。缶を切った時に出た切りかすは胴体に入れていきます。これは完成すると音が鳴り、
ゴミを出さないようにする工夫です。底の部分は腰になります。爪はプルタブを縦に切ったもの。かっこいい鍵爪です。そしてこちらが子どもたちが作った恐竜。中には背中にプルタブなどをつけてヒレに見立てたものなど、それぞれのこだわりと工夫が見られました。完成した恐竜を持つ子どもたちはみんな満足そうでした。2月19日にはボーイスカウト浦安第2弾の30周年記念式典が行われました。式典ではまずボーイスカウトの歌。ボーイスカウトは青少年の健全育成、ボランティア精神、さまざまなことへの備えを身につけるために活動している世界的な団体です。浦安第2弾は昭和58年4月にできました。浦安市川地区のボーイスカウト団体は8体、800人ほどの団員がいます。そのうちのおよそ150人が浦安第2弾の団員です。浦安でのボーイスカウトの歴史は昭和26年まで遡ります。浦安はボーイスカウト統括第1回での活動が始まりだそうです。それから浦安第1弾から分かれて誕生したのが第2弾です。この30年の歴史の中で団員の成長とともに地域のお祭りやイベントにボランティア参加などさまざまな活動をしてきました。誓いの言葉では各年代に応じた誓いを立てました。ボーイスカウト浦安第2弾はさらなる発展を目指し活動していくそうです。同じ19日には浦安遊漁船協同組合主催の洋上散策が行われました。参加したのはおよそ120人。肌寒い日でしたが風はなく晴天に恵まれ、船に乗るには絶好の天候になりました。目的を浦安遊漁船協同組合の理事長に伺いました。浦安は、海辺の町なので、もっと船に皆さんに親しんでもらおうということで、やっております。3隻の屋形船に乗り込み舞浜沖を目指して出発です。普段なかなか見られない川からの風景を楽しむ子どもたち。その頃船の厨房では天ぷらを揚げていました。屋形船での楽しみの一つ、船上での料理です。エビやイカ、キスにかぼちゃ、人参にさつまいもとバラエティ豊かな揚げたての天ぷらを味わいました。食事を楽しんでいると船は沖合へ。今話題の東京ゲートブリッジや葛西臨海公園の観覧車など風景も楽しめました。さらに落語の上演。今回山へしばかりにおばあさん川へ洗濯に。おばあさん川で一生懸命洗濯してますよね。おやつに食べたお芋、お腹が張ってきたんでしょうね。大きいやつを一発ブーン。おじいさん芝を刈らずに草刈った。この日は落語独特のお蕎麦を食べる芸を子どもたちに伝授するなど、落語家さんと触れ合うこともできました。戻る途中、三宅川河口付近でシジミの放流。シジミが大きく育つように放流しました。あ、すごい楽しかったです。はい、天ぷらも美味しかったし、放流とか普段できないことをさせてもらえたりしたんで、よかったね。遊んだ。まあまあいいけど。海を。投げるところが面白かった。今日そうですね、初めてその稚貝放流をやったんですけど、一箇所にまとまって、イメージとしてはいっぱい遠くの方に投げるかなと思ったら、一箇所にまとまって投げるんだっていうのも分かって、初めてで面白かったです。すごく楽しかったです。
ね、あの落語もすごくこうもっともっと聞きたかったしね、お料理もね、天ぷらが非常に美味しくて、落語がなんかすごく面白かった。美味しい料理を食べて、水辺からの風景を見て、楽しい落語を聞き、しじみの放流を体験。およそ2時間の短い時間でしたが、皆さんとても満足そうでした。屋形船はもっと気軽に、皆さんご利用していただけるように、いろんな、宴会だけではなくいろんなイベントを、用意しておりますので、目的が、あれば問い合わせていただいて、いろんな目的に応じて、ご活用していただければと思います。同じ19日には美浜公民館で浦安市民活動講演会を行いました。ボランティアへの初めの一歩と題したこの講演会は2部構成。第1部は市民活動と私の生きがい、市民活動を通して得たものの紹介です。今回は2つの団体から代表者が壇上に上がりました。市民活動をすることで今まで知らなかったことを知ることができた、仲間ができた、生きがいになったなど活動の魅力を話しました。第2部は浦安在住の元プロ野球選手で現在はプロ野球解説者の与田剛さんを講師に迎えた講演会です。表題はボランティア心のキャッチボール。昨年の震災での話やプロ野球のことなど自身の体験談を交えながらの話は会場を訪れた皆さんを引き込みました。与田さんはボランティアも現場の意見を尊重しなければただのありがた迷惑になる、まずは近所同士でのコミュニケーションを広げていくことが大切ということなどを話しました。またご自身も3.11の震災はマイナスだけでなくご近所との触れ合う機会ができたというプラスの面もあったということです。多くの人が集まり質疑応答なども活発に行われた講演会になりました。さて、春の気配とともに飛び始めるのがスギ花粉。花粉症の皆さんにとって本当に憂鬱な時期ですが、もう対策はなさっているでしょうか。ここに用意したのが杉の花。花といっても地味な形で、この花もあと何日かすると非常に小さな花粉をたくさん撒き散らします。環境省の予測によれば今年は例年より花粉の飛ぶ量は少ないとのことですが、だからといって安心はしておれません。ではそもそも花粉症はどうして起きるのでしょう。その対策を皆さんはどのようになさっているのでしょうか。今回は花粉症のあれこれについて考えてみましょう。スギ花粉症の原因となるのは杉の雄花が撒き散らす花粉であることはよく知られています。しかしその歴史は意外に浅く、昭和40年頃まで一般にはほとんど知られていませんでした。杉は日本の九州から本州北部まで分布し、風梅花、つまり風で花粉を空中に飛ばし受粉する樹木です。花粉の大きさは1ミリの100分の3程度のとても小さなものです。それが鼻や目の粘膜に付着すると、人によっては激しいアレルギー反応を起こします。では一体なぜ花粉症の患者が昭和40年頃から突然増えてきたのでしょう。その原因の一つは戦後間もなく全国で盛んになった杉の植林にあると言われています。特に関東地方の場合、秩父、奥多摩、丹沢、房総半島南部などで杉やヒノキの植林が盛んに行われました。今では森林面積のおよそ3分の1が杉やヒノキで占められています。浦安市の場合、西風が吹けば奥多摩や秩父から、南風が吹けば
房総半島から飛んでくる花粉に見舞われるわけです。杉は樹齢30年頃から花粉の飛散量が非常に多くなります。植林された木の成熟とともに杉花粉症の患者は急速に増加していったのです。杉花粉症が見られるのは日本だけです。しかも日本人のおよそ4人に1人が花粉症といいますから、まさに国民病なのですね。千葉県は特に多く 32%、 およそ3人に1人が花粉症だといいます。これだけ猛威を振るっていても、杉は日本固有の植物であるため、外国に出かければ全く発症しません。日本国内でも杉のない北海道や沖縄では花粉症の症状は出ません。旅行会社では花粉症疎開ツアーという沖縄や北海道へのツアーも組まれて人気だということです。しかし仕事や家族があると簡単には疎開ツアーなんてできませんよね。私たちはどうしても花粉にさらされて生活することになります。では花粉症の皆さんは一体どのような症状に苦しめられているのでしょう。目が痒くなってコンタクトが外れたりとか、鼻が止まらなくてちょっと大変なことになったりとかはあります。くしゃみと、あと鼻がやっぱりちょっとグルグルするっていう症状ですかね。はい、なんかもう本当もう目も開けられないとか、鼻がもう止まらないから、鼻にティッシュ詰めたままマスクをして外出するとかっていう話はよく聞きますね。もう何も手につかないぐらい、結構もう目もかゆい、鼻もかゆい。早くこの季節が過ぎてくれればなと思いますね。今年やっぱりニュースとかでも気になりますね。飛散量とかを聞くと本当に大変な思いをされているようですね。花粉症の皆さんに不可欠なのがマスクなどのグッズや医薬品です。この時期、ドラッグストアやスーパーなどでは花粉症の皆さんのニーズに応え、品揃えに怠りがありません。この市内の大手スーパーの売り場では花粉症関連グッズのコーナーが設けられていました。一体どんな商品が売れ筋なのでしょうか。当店ではですね、こういったの前面でのマスクを大量陳列してございますけども、こういったマスクとですね、あとそれに関連しましたこういった予防メガネですね、こういったものがお客様は非常にですね、要望が強くございます。また特にはですね、医薬品といった関連商品を品揃えしてございます。今年は特にですね、乾燥というお客様の観点が強いものですから、こういったですね、加湿ですとか濡れマスクといったような商品のお客様の要望が非常に強いようでございます。またですね、こちらの商品ございますけれども、女性はお化粧が気になるという観点からですね、こういったメイクが落ちにくい商品というものもですね、お客様のニーズとしては非常に多くなっております。花粉症は今年は少ないという情報でございますけれども、なかなかですね、完治する病気ではないものですから、毎年毎年患者様がですね、少しずつ増えているというような認識のもとでお店の方は対応させていただいております。本当にたくさんの種類のグッズや薬品が出ているのですね。以前は医師の処方箋がなければ購入できなかった花粉症の薬品も店頭で販売されるようになり、症状の緩和が手軽にできるようにもなりました。それだけ花粉症の方は多いというわけですが、同時に花粉症には決定的な対策がないということも物語っているのではないでしょうか。花粉症の皆さんに対策を伺ってみると、お薬を飲んでいるのと、あとはマスク、あとは、洗濯を部屋干しにしてます。はい、やはり春が近くなるとちょっと外でこうやって遊ばせるのが私は憂鬱になるんですけれども、でもまあそういった薬とかマスクをして乗り切ろうかなとは思ってます。でも最近はお茶とか、あとはなんかサプリとか、薬はあんまり飲みたくないので、あとはなんだろう、なんかこう最近はこう鼻に塗ってブロックみたいな
そういうのをよくやってます。洗濯物は絶対外干さないです。布団もこの時期は乾燥機ぐらいを使うぐらいにして絶対外には干さないで、あと空気清浄機はもうつけっぱなしで、症状が出る前に予防した方がいいみたいなので、お医者さんにもらった点眼薬と点鼻薬を使って予防しようと思います。洗濯物は外に干さない。あ、そうですね、洗濯物を外に干さなかったり、もう早めから薬をもう飲む、あとは私は今年は鼻洗いを、鼻を洗うといいって聞いたので、それを始めてます。さまざまな工夫をなさっているようですね。では花粉症から身を守るためにどんなことが必要なのか、ポイントをまとめてみましょう。まず第一に、花粉の多く飛ぶよく晴れた日や午後の時間帯は外出を控えることです。花粉は暖かく乾燥した日の昼間に飛散量が増えます。特に13時から15時ごろに最も多く飛びます。その時間帯には不要な外出は避けることが望ましいです。どうしても外出しなければならないときは、花粉のつきにくい衣類やバッグなどを身につけましょう。ウールは厳禁です。ポリエステルなど花粉が付着しにくく、もし付着しても払い落としやすい衣類を身につけることです。外では目、鼻、頭などを完全防備することも大切です。メガネは防護カバー付きが効果的ですが、普通のメガネでも目に付着する花粉の量を3分の1程度に減らす効果があります。マスクは吸い込む花粉の量を3分の1から6分の1程度にまで減らすことができます。ただし鼻にぴったりフィットしたものを使用しなければ大きな効果は期待できません。帰宅したら家に入る前に衣類や帽子、持ち物などの花粉を洗い落とします。洗濯は午前中に済ませ、花粉の多く飛ぶ午後には取り込んでおくことです。花粉の飛散の多い日には外には干さない方が安心です。睡眠中に辛さを感じるようなときは頭の位置を変えるのも一つの方法です。窓際に頭を向けて寝ると隙間から花粉が侵入している場合があります。こうした心がけをしていても症状が出て辛い場合、また症状が気になるようなときは早めに医療機関を訪ねて相談されるのがいいでしょう。今まで症状がなかったものの鼻水が出て止まらない、目がかゆくてしょぼしょぼするという方も、もしかしたら花粉症かもしれません。医療機関で検査を受けることをお勧めします。花粉症をもたらすのはスギ花粉だけではありません。スギ花粉症ほど深刻ではないのですが、ヒノキの花粉症はスギ花粉症が終わる頃に始まります。イネ科のカモガヤは5月頃がピークです。ヨモギやブタクサなどのキク科の風媒花では秋に花粉症をもたらします。スギ花粉の時期が終わったからといって決して安心はできないのですね。外国へ出かけても実は白樺やブタクサなど各種の花粉症が知られています。セイタカアワダチソウも花粉症の原因になると思われている方もいらっしゃいますが、中梅花なので普通の状態では花粉症にはなりません。なお、スギ花粉の発生情報は環境省のホームページからアクセスできます。飛散する花粉の量が気になる方はぜひご覧になって、その日の予定の参考にしてみてください。花粉症の方にとって辛い症状は毎年やってくる年中行事のようなものですが、まずはこれからの時期を上手に乗り切ること、できるだけ症状を抑える工夫をして快適に過ごしていただきたいですね。
回は市内の話題、こんにちは市長室です。新中通りは今、田んぼ、浦安バルガイなどのラインナップでお届けする予定です。春を迎え、暖かくなると気分は明るくなるもの。花粉症の皆さんも憂鬱な時期を上手に乗り切って春を楽しんでいただきたいですね。それではまた。